164号では銅を組み立て足を取り付けます。今回付属するパーツです。最初にパーツ01の胴内装後ろに、パーツ02の胴ブラケット後ろをはめ合わせ、パーツ05のワッシャーを通したパーツ03のネジ4本で固定します。この時胴内装後ろの長い方の凸部が上側に、短い方の凸部が下側になるように取り付けます。続けて163号で組み立てたボディの胴フレーム後ろに、組み立てた胴内装後ろを合わせ、ワッシャーを通したパーツ04のネジ2本で固定します。次に組み立てたボディの股関節左の金具に、135号で組み立てた左足の股関節ブラケット B 左をはめ込み、はめ込んだ股関節ブラケット B 左の前側と後ろ側をワッシャーを通したパーツ03のネジでそれぞれ固定します。次にボディの股関節右の金具に、137号で組み立てた右足の股関節ブラケット B 右をはめ込み、はめ込んだ股関節ブラケット B 右の前側と後ろ側をワッシャーを通したパーツ03のネジでそれぞれ固定します。これで164号の作業は終了です。アッシャー。